空襲後の神戸空襲後の神戸港川地区看板の南高の霊地とは、楠木正重が祀られる港川神社を指す神戸大空襲は、第二次世界大戦末期にアメリカ軍が繰り返し行った神戸市及びその周辺地域に対する戦略爆撃、無差別攻撃の総称。特に、兵庫区や林田区など、西神戸に、 大きな被害を出した1945年3月17日と東神戸及び阪神間の町村を壊滅させた同年6月5日の爆撃を指して用いられることが多い。日本本土に対する米軍の空襲は1942年4月18日の東京、名古屋、四日市、神戸などを皮切りに開始されたが、神戸では兵庫区中央市場付近が被害を受けたものの、 本格的なものではなかった。神戸とその周辺地域は1945年1月3日から終戦までの約8ヶ月間に大小合わせて128回の空襲を受け、特に2月4日の無差別焼夷弾爆撃は後の東京大空襲に始まる市街地縦弾爆撃の実験的なものと言われ、それ以前の空襲が軍事施設や軍事工場への精密爆撃であった。 ものが、この日の爆撃が焼夷弾による爆撃へと、アメリカ軍の爆撃方針を転換するための、実験的焼夷弾攻撃であり、兵庫区、林田区、港東区に特に集中し投下された。3月10日の東京大空襲を皮切りに都市部に、対する無差別焼夷弾爆撃が本格化し、名古屋、大阪への空襲の後の3月17日未明には、兵庫区、林田区、 吹き合い区など、神戸市中西部が壊滅的被害を受けた。5月11日の空襲では、奈良区や向こう軍で大きな被害を受け、道軍本城村にあった川西航空機構南製作所が精密爆撃を受けている。さらに6月5日の空襲により、西部の須磨クたるみ町から東は西の宮島での広範囲が爆撃され、それまで 被害の少なかった神戸市東部や向こう群が焦土と化し、3度の大空襲でほぼ神戸市全土が壊滅した。被害面積は神戸周辺都市部の21%に及び、戦災家屋数14万1983戸、総潜在者数は罹災者53万858人、死者7491人、負傷者1万7002人とされるが、これは確定的なものではなく、 実際はさらに膨大な被害であったと推測されている。神戸市の人口1000人あたりの戦争被害率は47.4人であり、人口及び面積から換算した被害率としては、当時の五大都市の中でも最悪の数字であった。周辺の部隊の反撃もあり、京都の公社砲部隊が B-29 アシュトテスト2を撃墜するなどの戦果もあったものの、 上空からアメリカ軍機を駆逐するには至らなかった。激しい空襲の戦災によりほとんどの機能が停止状態となったため、1945年11月1日に神戸市復興本部が設置され、中井市長自らが本部長に就任。復興に関する重要事項を企画審議するための諮問機関として、神戸市復興委員会が設けられ、 元神戸市長の勝田元也当時大阪鉄道局長であった佐藤栄作ら方面からあらゆる分野の人材が招聘された。同年12月30日に閣議決定された日本政府の戦災地復興計画基本方針を受けて翌1946年3月14日、そこでは神戸市の性格を国際的貿易都市都市、これに商工業都市、 文化都市、観光都市の性格を併用させるとされ、現在の神戸市の礎となった JR 山宮駅に、現在も残存する神戸空襲で B29 から発射された弾丸の後、ありがとうございます。